皆さんこんにちは、奈良岡にこです。あやです。まきたまです。はい、ということで今回はお料理教室にやってまいりました。やっぱりね、私花嫁修行したいんで、今日は真剣にねお料理していきたいと思います。ここ素敵なお家、うわ素敵、こんな広い、こんな素敵なところ。1、2、3、4、5、7個ぐらいないですか。あと1個、はい、レシピがないやつなので。フルコースじゃないですか。いつもレッスンの時6品くらい。スライスして、こうやってザルに入れて、辛味成分を抜いてます。水にさらすと栄養価がなくなっちゃうけど、空気にさらしても辛味成分抜けてくるんで、玉ねぎとか。めっちゃいい。裸にエプロンの時以来のエプロンです。エプロンつけてまでやっぱお料理することないよね。でも気合い入る。お家で作るときはエプロンしないんですか。大体裸なんでやっぱり。油とか飛んできて。油も浴びてやっぱつまみにしちゃうから。お、炊き込みご飯。ご飯すでに水に浸してあって、あ、もうセットしてある。で、だし汁とベーコン、はい、これを炊いていきます。ね、お鍋がまた素敵。鍵場がいい、さすが人妻。調理実習、うん、思い出すよね。懐かしい。調理実習好きだった。何しか作ってない。てかもういい匂いする。まだお酒。レシピの説明されてる時点でもう私は飲みたくない。分かる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 。これだけでつまみになるよね。うーん、それあ、シシャモロウリュジュワーンロウリュジュワーン、シシャモロウリュ。泣いてる、石が泣いてる。石が泣いてる。あ、若干もうちょっとしたら裏返します。もういい香り。エプロンやっぱこういう時いつも裸にしかそれだから、こんな酒怖くてできないから。エプロンなしで裸に。エプロン1枚でーすっていう料理動画を出して、だいたいそれ年齢制限。あら、美味しそうです。すごい。見っけた。バレた。さすがにバレた。すごい。でもガシャッと混ぜて、お皿は向こうの。うわー、綺麗。あとお料理頑張ってます。お疲れ様です。いい光景だ。そろそろ先生に怒られそうだけど。飲みながら食べながら。よかった。飲んべえの先生でよかった。分かってくれる。こんな料理教室ある？一気楽しいね、ここ。すごい、いつの間に。めちゃくちゃ美味しそうだね、これ。着々と美味しそう。サラダにね、フルーツなんてやらないけど、でもやっぱ彩りもあるし、いいわね。もうこれだけで絶対にうまいです、ね、ちょっと切ってごらん。うん、なんかピピ言ってますよ、ご飯に。あー、できる。ちゃんと説明聞きながらね、飲んでんのよ。一番ちゃんと飲んでんのよ。もちをサラダに入れるだなんて。最後そこにステーキが。コモンベルチーズ。いやー入れるんだ。うわー、綺麗。で、もう一回蓋します。これを蓋して10分間また蒸しておきます。マキタムマキタム、飲み切ってんな。おいおいおい。上手だね。サウナにも持ってってもいいんですか、これは。水風呂の温度も測ってもいいんですか。じゃあマジで買いじゃないこれ。はい、すり込み隊長。すり込み隊。こんなの料理教室じゃねえよ、ずっと怖えよ、目がバキバキもう決まってんだよ。いい感じ。イエー。
油していきますね。強火ですね。はい、強火にしてください。火入れをしていきます。火入れ、はい、巻きがいい感じにね、いい感じです、ね、温まってまいりましたけれど、うん、こんなにバター使うんだ、いい肉ですよこれ。温度も完璧。いきますね。タイマーを使って、はい、スプーンを持って、はい、そのバターをかけ続けます、ね、はい、いやもうめっちゃいい香りだもん。はい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 、今1分だ。裏返し、うわー、やばい。バターってこんなにかけ続けられるんだ。ちょっと舐めたいこれ。お待て。本当これたまに付け合わせのジャガイモ。あー、絶対美味しい。これで舐める。すごいね。ここに、あっという間。めっちゃうまそう。座布団1枚。すごいね。うわ、綺麗だな。お肉って切ってすぐよりも空気に触れるとどんどん赤くなってくるので、ここからだいぶ赤くなってきます。へえ、そうなんだ。めっちゃうまそう。あんだけいっぱい焼いたけどもね。確かに。でもこれはうまっ。やばい。ご会長。ビアー。何これ。あー。カラムーチョ玉ねぎからのサーモンレアカツからのエスカベッシュ。もうちょっとパンのやつ。そう、パンのやつ。パンひたひたのやつ。やばい。何もしてないのに。よく一緒になっちゃう。すげえ飲んだんだけど。でもこれもめちゃくちゃ手間かかってなそう、意外とというか、こんなね、何品も作るのって思ったことがあるし、うちもともと料理が苦手な人のための料理教室なんで、本当難しいけど、確かに難しいわ。遊んでただけだもん。
あ、アイスも削りました。すごいね。マクタムなんかトロピカルなんて。生地ごとね、レモンとローズマリー。おしゃれ。めちゃめちゃ品揃えいいなこの店。うばー。笑っちゃう、おいしさ。落ち着いちゃう。メインディッシュじゃん。ね、こんだけお肉とかね入ると。パワーサラダ。やばーい。あ、上に置きましたよ。あ、見つけた。見つけた。マスタムサラダ。マスタムサラダ。甘、ドレッシング甘いですね。そう、全然本当に砂糖入ってないのに。ホワイトビネガーの味が。ホワイトバルサミコ。素敵ってか、パセリ。ご飯じゃんってこれでいいんだ。うん。うん。めっちゃ。うば。今来たよ。うまっ。やばいこの米。バグるバグる。あわわわわ。あわわわわわ。うまっ。めちゃくちゃ美味しい。酒泥棒。これやばい。はい、ということで。いや、楽しかったですね。楽しかったね。なんかお料理覚えられた気もするけど、でも実際酔っ払っててあんま覚えてないけど、でもレシピだけもらって帰ります。うん、炊く、焼く、炊く、焼く、朝。美味しかったね。でもいいね、こういう体験ね、初めてだったね。お料理教室ってこんな楽しいんだね。ね、でもこんな優しいとこ他にないと思うんで、ぜひ皆さん来てみてください。それでは、さようなら。